10月になって、だいぶ涼しくなってきたな。どんなに涼しくなっても、アイス食べるのはやめられないよね。私は、そろそろおでんが食べたいんだぜ。皆さん、こんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今外、すごい雨が降ってるんで、マイクが雨の音を拾ってないか、だいぶ心配ですけど、今日も遊んでいきましょう。いいねランキング、とても難しいから、ゴーストサンドイッチ、ヨルダンさんのコース、クリア率 2% です。早速遊んでいきましょう。動くゴーストとゴースト、テレサの間を移動していくコースかな。と思っているんだけど、そんな感じのコースだよね。どっかで止まったり変な動きしたりするんでしょ。分かってるんだから。おーい、はなちゃん、怖いよ。おい、これ上、下、おい、変な風に急に止まるのやめてくれない。本当に、あー、当たるー。上、一応コインでどっちに行けばいいか書いてあるっぽいけど、おわ、狭くなってくる、くるから、ここから問題は、ここから狭くなるよ、狭くなってジャンプ、中間ポイント。こういうコースやってるとどんどんテレサが怖くなってくる。あ、近づいてくるの、それは想定外。ちょっと待って、助けて、怖いよこれ。ここです。下のあいつの動きをよく見て、叩いた。次、慌てない。よし、叩いた。これで下の方に行ってくれるんじゃないの。鍵をこれでようやく取れるけど、これも結構ギリギリだね。これ扉入れんの、本当に。この辺でもうちょっと、おー、入ったー。こんにちは、わし、左、怖ーい。次は落ちるよ。こっからまた走るのね。今度はデカクリボーさんから、あいつの名前なんだっけ、畜生め。って言って、クリボーさんとかちょっとでも対峙しておきましょう。よし、ここで飛び上がってくるでしょ。あのチョロプーさん、こっちまでは来れないんだ。そっか。踏んで、蹴って、跳ね返ってくるの、もうちょい後だと思った。なんかちょっと自信がなくなってきますね、こんだけやられてばっかりだと。で、下上、ここ、よし、どこまで行って戻る、パウ、どうなっとるんやーい。ここだ、ここ。さっきパイを叩いた後どうなった？戻るんだと思うんだけど、え？いや、上かー！こっちだ！危ない！叩いて大丈夫。うわー、来た！こっち、うわー！これも最後まで心臓が持たないよ。バクバクだよ。超面白かったー。いやー、ヨルダンさん、素晴らしい、めちゃくちゃ面白いコースだった。ありがとうございます。次のコース遊んでいきましょう。お次はこちらのコース、国内のランキング難しいから、スピラの回、20秒で爽快、ちょっと難しいので中級者がおすすめ。マグロのたたきさん、ネギは乗ってるかな？やっぱりネギが乗ってないとマグロのたたきっていうのはネギトロと言えない。でもネギトロとマグロのたたきって別物だよね。ちょっと難しいので中級者がおすすめって書いてあったけど、そこは上行かなきゃいけないんだね。そしてからの上でどっち行くんだーい。クリア率を考えるとそろそろクリアしなきゃいけないんだけども、どこ行けばいいのかがよく分かってない。あー、くる。これで残り10秒か、かなり出遅れてる。次はどっちだい。あ、ここで飛びなかった。あとは左に行って、ゴールじゃないんかーい。
見えたぞ。もうクリアが見えてきた。これでいけるはず。さっきよりはだいぶ早い。くるくるヒップドロップ。それ無敵時間はもう終わっちゃってるよね。ダメかーい。ちょっと一瞬見せて、なんかちくしょうね。問題ここだ。どうすればいい？ダメダメ。今のタイミングだと下の方に行かないとダメか。タイムは20秒はかからないけども、意外とでもクリアまでの時間はかかりそう。ここで残り9秒か。あー難しいな。最後が難しいわ。ほい、ここまでいい感じでしょう。今回は1回も詰まってないと思うよ。ドロップからのこれ来たんじゃない。もうゴールでしょう。ゲー完璧でしょう。狙った通りちゃんと下に入ったし、これで10秒スピランだったらやばかった。多分ね、本気出して9秒9ぐらい。いや無理かな。スピランの回20秒で爽快、ちょっと難しいので中級者がおすすめ。ベストクリアタイムも12秒2か。じゃあやっぱり無理なのかな。マグロのたたきさん、ありがとうございます。お次はこちらのコース、ただクリボーを避けるか倒すかの問題。ゆいさん、クリア率は 1.9%、 2% をちょっと切っています。また空からクリボーがたくさん降ってくるんだろうけども、これ倒さざるを得ないよね。避けるのは無理でしょう。あ、でもいけるのか。いけなくもなさそうなのか。ただ私は倒したい。全滅させました。やったやった。かわいそうなことをしました。ある日マリオというやつにお父さんがやられましたみたいな、そんな話ありませんでしたっけ。なんか思い出しちゃったよ。ただクリボーを避けるか倒すかの問題。ゆゆさん、ありがとうございます。3秒って早いな。さて今日のラストはこちらのコースで終わりにしましょう。またスピランですね。色にこだわったポップ草原で変速ルートスピードラン。ミナピーさん、クリア率 13% ですね。変速ルート何ルートぐらいあるんでしょうかね。3ルートぐらいあるのかな、それともポップあるのかな。ここは3段ジャンプではなさそう。とりあえず2ルートぐらいは遊んでみたいところですけども、どこで変速されてるのかが今のところまだ分かってないから、うまいことそれに気づけるかどうかも分かってない。次はいいですね。トランポリンじゃなくて丸々ちくわ。これおー、そしたらいいよ。残り時間は70秒。時間的には全く問題なさそうだね。というか今の横バネを使っていなかったような気もする。残り69秒から、ここから難しくなってくるのかな。お、ガリガリが出てきた。やりますね。今度は上に来て、もしかして普通に長いスピランコース、途中でやられちゃうと結構大変そうな。よいしょ、上乗って走って降りていく。このぐらいの加速だったらバニー使っていった方が早いんでしょうね。ようやく赤コイン6枚か。残りまずたくさん4枚もあるよ。結構長いぞ。本当に気をつけないと。油断するとあっという間にやられる。あー、しまった。ちょっと時間を無駄に使ってしまった。これ絶対当たってるよね。当たり判定仕事しとって。残り31秒。さあ間に合うか。はなちゃん踏んづけてからのメッド護衛連続。結構このギミックが多いな。次はどっちだ。左、はなちゃんバイバーイ。め、嘘でしょ嘘でしょ、畜生め。さてさっきやられたエリアまで戻ってきましたよ。さっきよりもね1秒早く来られている。でコースが変わるかなとかちょっと思ってたんだけど、コースはさっきと同じルートで来ちゃっています。ここファウを早く投げて、しまった。もっと上手いタイミングでヒップドロップできればよかった。ピンクコイン右側ギリギリ取れましたね。最後も下ランかな。いいでしょう。七光と親玉を倒してゴール、完璧。ピンク扉に入る必要、ピンク扉じゃない、鍵付き扉に入る必要はなかったのか。ただのオブジェクトだったんだね。あ、違うわ。一回扉入っとうか。色にこだわったポップ草原で変速ルート。変速ルートが分からなかったけど、
みなぴーさん、ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方はよろしければチャンネル登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる。バイバーイ。